はい、皆さんこんばんは、和道です。2018年4月の25日、20時51分です。よろしくお願いします。和道つ、はい、こんばんは、ぼやじさん、よろしく。はい、こんばんは。はい、こんばんは。おい、サラダパックさん、アイテムありがとう。ありがとうね。アイテムありがとう。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしていってください。こんばんは。パフェありがとう。アイテムありがとう。フローラルさんいらっしゃい。アイテムありがとうね。なんで機嫌悪いんですか。病気なんだよね。躁うつ病とか統合失調症とかなんか精神病いっぱい抱えてて、多分ね、あんまりメンタルの調子良くないですね最近。今日も10時間ぐらいうだうだしてたよ。簡単に言うと病気です。壊れてるんですよ。おお、50ポイントありがとう。イーサーアイテム、ワド2サンキュー。菩薩さんありがとうね。当たり引いたね。あ、どうなんだろうね、季節性あるんだろうか、わかんないね。気圧が変わると来るのもあるらしいからね。いや、単純に俺はよくわかんないけど、なんかちょっと鬱っぽいね今ね。なんでかって言われてもね、気圧に変動する。あ、そうなんだ。おー、なんかあるんだろうね多分ね。え、チトって俺女だと思ってたんだけど男なの？俺今まで女だと思ってた。和骨もい月だと思う。あー、全然久しぶり。あるかもね、月ね。いや、どうなんだろう。でもそれもね、ならない人はならないからね。俺女だと思ってた。野郎なんだ、女だと思ってたわ。わかんねえもんだな。全然未だに女装やってんの？ゆうこさんお疲れっす。全然女装やってんの今でも。女装とかやったことないからわかんないんだよな。最近やってないんだ。謝罪ぐらいかな。みーすけこんばんは。はい、怖いさんいらっしゃい。機嫌悪そうだね。そうなんかムカつくな。ゆんゆんはだつ、思ってた以上に顔が老けて。ああ、まあまあ、おっさんだからな。もう厳しいよね、さすがに。なんか腹立つな。機嫌別にそんな悪いか？
あーなんか今のでイラッときて顎痛くなった。ピキって言った。あー、魚でしないで、ほんとブロック入れるかもしんない今日。はい、こんばんは。シャンメグいらっしゃい。あ、今のすげえムカついた。はあ、うん、ちょっとあの気使ってね。血液量が上がるんだ。いや、なんか神経がねビキビキ言ってて、俺がね多分原因だと思う。動画編集やったからだと思うんだよね多分俺の感覚。昨日ね15時間ぐらい動画の作業やって、で結局ね2本動画10時間ぐらいで2本動画作って、でその後3時間喋ってる時に急にブラックアウトして低血糖みたいになって過呼吸起きそうになって、で放送やめたんだけど結局寝れなくて、でその後5時間ぐらいね放送編集やったんだよ。で今日はねもう10時間ぐらいうだうだやってたね。疲れそう、疲れっていうかね、なんかね動画編集とかねすげえ楽しいんだけど、物作ってるとね狂うんだよね。やっぱ重たい不動産屋さん。そう、雰囲気いい。そうかな、あのカメラ、あのリスナーさんから届いてカメラ変わったんだよね。いや家賃滞納してた。なんか今日6万払ったよ。もう金ねえよマジで。今日なんか保証会社から詰められたわ。家賃払ってないっすよって。さっき払ってきた。あーちょっとね体調悪いね。重たいかな。重たくないと思うんだけど。あー金持ちになりてえな。6万、1ヶ月分で6万だよここの家賃。みんな金ねえよな本当に。どうなってんだよな。いいとこ住んでるね。どこがいいとこよ。7畳だよ。住みたくて住んでるわけじゃないよ。選んだっていうか、まあしょうがなかったんだよね。人生立て直すにはここが一番いいと思って。東京で家賃6万なんつったらもうなんつうんだろう、田舎の方のゴミ物件だよ本当に。田舎の方のゴミ物件。任侠ヘルパーさんいらっしゃい。月6だから新宿だよここ。東京と地方の価格一緒にしないでよ。むしろ6万でよく見つけたなそこの物件って言われるぐらい貧乏な物件なんだから。この辺の相場で言ったらワンルームのアパートとかマンションだね。マンションで12万が安いぐらい、14万が普通ぐらい、そういうエリアなの。ただあの安いところ行くと東京って格差がすごいから治安悪いのよ。安いところもあるんだけどもう不良しかいないの外国人と。だから俺はそういうところに住みたくなかったから余計メンタルやられるからさ。新宿、西新宿だよしかも。それ6万なんてこの辺住んだ人はなんだその物件よく見つけたなっていうよ。格安物件だよ。配信が仕事なら放送視聴料金お願いします。配信仕事っつうかまあ視聴料金お願いしますとは思ってるよ。だからアイテムもらって助けてもらってるからね。ただなんかリスナーさんには気楽に見てほしいからあんまりそのゴリゴリした関係やじゃん金金っていう。あくまでねここは放送リスナーさんとの関係、いい関係築きたいところだから。だから、
なんかあんま金の話したくないよね。なんか気前のいい客とか普通のいい客がポンって金投げてくれたらそれでいいと思ってるから。東京金持ちしか住めない。どうなんだろうね。いやそんなことない、誰でも住めるよ。風船ありがとう。全然ありがとうね。民度、そうそうそう、民度があるんだよ。東京は格差すごいからね。まあいいじゃん、金ないやつは払えないし、金ある人が払ってくれて支えてくれてっからさ。もともとね、金もらう場所ではなくて俺の話を楽しんでくれるコミュニケーションの場所が本来の目的だから。まあこの放送楽しいなと思ったらチップ投げて守ってよ。助けてもらってる、まあ仕方ないが、うん、助けてもらってる仕方ない、どういうこと、どういうことだ、まあまあ、リスナーさんに守ってもらってる放送だよ、ここは。恵まれてるよ俺は。生活を全部リスナーさんが面倒見てくれてんだからさ。はい、やばそう、ありがとうね。無料が嫌なら FC2 行けばいいよね。誰も見ないけど。 FC2 一時期流行ってた時あったんだよ。鮫島さんとか香川さんとかやってたりね。いや別にどこでやってもいいと思うよ。新宿駅まで歩いて20分ぐらい、歩いて20分ぐらい。ただ不動産屋さんね、多分九州の人だから東京の土地勘わかんないかもしれないけど、歩いて5分で行ける駅がまず中野坂上っていう駅と西新宿5丁目っていう駅があるんですよ。でなんか田舎の感覚とちょっと違くて、新宿区内にある駅だけで言ったら多分10個以上あるんだよ。西新宿5丁目、都庁前、大久保、新大久保、高田の馬場、新宿、丸の内線で何がある、西新宿駅、何個ある、あと新宿三丁目駅、御苑前、結構わかる、だから新宿駅までまあ20分ぐらいかな、歩いて。あ、ありがとうね。落ちぶれてすまない。何がハートありがとう。あけぼの橋もそうだっけ、まあ10個ぐらいあるだろうね。だからそのなんだろう、ギューって詰まってる感じだよな。もうちょっと広く使えばよかったのに。東京は過密すぎるよ。それがまあかっこいいんだろうけど、特殊だよな。世界でも日本中からね東京に来るわけだから、変な街だよ。おはよう。御苑あたりでブイブイ言わせてたの。つっ、御苑でブイブイ言わせてたの。マジか。御苑のどこでブイブイ言わせてたの。会社やってたってこと？新宿御苑でブイブイ言わせるところなんかある？いや昼間の会社やってんならわかるのよ。新宿御苑で。俺御苑でブイブイ言わせる会社なかなか知らねえけどな。なかなか渋いよ。御苑でブイブイ言わせてたっていうパワーワードだよね。はい、ワード2。あ、会社ね。はいはいはい。2丁目で張り切ってたのかなって。アナビちゃんワード2。楽しんでて。まあ昼間の会社の話だろうね。東京は7月から外配信条例で禁止。いや、俺はならないと思ってるね、そんなこと。その北朝鮮じゃないんだから、そんなことないでしょ。もうそんなことがあったら俺は日本終わりだと思ってるから、本当に。っていうかね、これ美味しかったよ。ジャケ買いしたんだけど、モンスターエナジーの赤、日本限定。これうまかったね。キューバリブレ。キューバリブレって言います。モンスターエナジー、キューバリブレ。限定かな。会社は銀座なんだ。
最初は銀座で夜新宿御苑あたりでブイブイ言わせたの。なんで銀座でブイブイ言わせなかったの、うん、赤あった、セブンイレブンで買ったね。外配信を禁止するなん、なんかね法律とかね適当なこと言いすぎてる配信者多すぎると思うんだよね。缶おしゃれだよね。ワード2、今月ヘルプで新宿のお店行くことになった。あ、マジで、へえ。歌舞伎町どの辺だろう。まあ歌舞伎町らへんだろうな。いいじゃん、うん、ダッシュ村の時を山口、え、嘘、捕まったの、なんで、え、なんでなんで、え、嘘、え、時をの山口が捕まったの。ニュース見ねえからわかんねえな。何それ、なんで逮捕されたの、わいせつ、嘘だろマジで。山口がやらなそうだからびっくりするね。うん、赤モンスター多分限定品で最近出たやつだと思うけど。マジか、靖国通り、あー、はいはいはい、あの辺か。へー、なんかどうなんだろう女子高生ね。なんで女子高生に欲情するんだろう。ハニートラップっぽいよね、なんかね、きな臭いよな。まあね、 TOKIO の山口くんがね強制わいせつだとしても俺の人生に何の影響もないけど、まあでもはめられたとしてもダメだよな。女子高生にチューはダメでしょ、そんなね、新八丁じゃないんだから、新八丁とかゆいがさんじゃないんだから、それはあかんよ。釈迦元気だよ、元気だよ、釈迦もペコも元気。17歳で共演者、まあトラップ、ハニートラップっていうかトラップっぽいよな、なんかな。まあでも、まあ性欲で負けたってことでしょ、想定度だよね、あー、トラップ感薄いねそれね、ロリコン多いよな。なんでそんな若い女に欲情すんだろう、全然わかんねえや。何がいいんだろう若い女の。まあどうでもいいじゃん。ちょっと前に JK がわざと電車で痴漢にあって金も金取るのが流行ったけど、あんな感じで今芸能人当たるのが流行。それ考えすぎでしょ。俺の店に来るやつも同じクルーの腹マスター店長にこっぴどく絞る、え、俺の店にいるやつも同じクルーの JK 腹マスター疑い、え、疑惑で店長にこっぴどく、お、俺はリアルな話言うと何歳でも上も下、下はあんま趣味じゃないけど上は何歳まででもいける自信あるよ。俺はいけるよ。俺はどうだよ。俺はどこまでも行くよ。いや本当に本当に。どこまでも行きたいね。あ、いやマジな話、挑戦したいね。人生はトライアンドエラーだからね。あのね、多分なんだけど俺どこまでいける自分に興味があるんだよ。どこまでいけるか自分に興味があるの。自分のリアクションが欲しいタイプ、経験が欲しいタイプだから。バカありがとう。46のおっさんが家に JK 入れてハニトラはない。
いや、売名じゃないのっていう意味ね。そう、なんか経験しか信じないタイプだから、経験を信じるじゃん俺って。だからそのなんつうの、自分に関心があるのよ。だからそのなんつうんだろう、なんだと思うんだよね。そう、経験を増やして物事語りたいタイプだから、経験、知らないことをね増やしたくないんだよね。何でも知ってるよっていうのがやっぱ売りだから、自分の。だ結構なんだろう、そういう好奇心みたいなのは強い方だと思うけど、そう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 。なんだろうな、自分の中で起こる経験とか現象って嘘つかないじゃん。全く嘘つかなくてすごいリアルで、でネットに書いてある情報とか人の情報って自分に当てはまるとは限らないっていうか、ほとんど当てはまんないんだよ。あの年齢とかそれまでどんな経験してきたかによるから。自分の感覚で、持ってない感覚っていうか、自分の器を広げたいっていうのが常にあるんだよね。それは別に恋愛に限らず、どんな物事でも、なんかこう、ワクワクするっていうか、その、あ、これ知らないから知りたいなっていうのは常に持ってるけどね。そう、噂に惑わされないっていうか、全く人の話聞かないから、あの、本当に関心ないのよ。誰がいつどこで何やってるかっていう。だからそういう情報を頭に入れたくないぐらいなの。いらないっていうか。で、その、なんでかっていうと、その情報って人生で役に立たないから。うん。だから、その自分が経験する、だからね、スケジュールも組みたくないとか、いろんな自分のマイルールがあるんだけど、ちょっとややこしいのよ。普通の人と違うの。和道は複雑なのよ。多分ね、あの人の気持ちがわからないからそうなっちゃったんだと思うの。他人の気持ちとか何を考えてるのかわからないから、基本的にそれ考えてもしょうがないやっていう結論に至ったの、30歳で。若い頃とか悩んだよ。あの、相手の気持ちも考えようとしたけど、結論もわかんなかったんだよね。うん、しょうがないじゃん。わからないものをいくら考えても時間の無駄でしょ。だから俺は悟ったんだよ、ある意味。自分にとってマイナスな人間とかじゃなくて、俺はまず、切りますじゃなくて、関係をなるべく作らないようにしてる。うん。なるべく作らないように、作らないようにしてる。だから人間関係めちゃめちゃあっさりしてるよ。ネットでめちゃめちゃまずいって噂のラーメン屋あったら、今まで一番うまかったことがある。へえ。ああ、それはいい経験したね。めちゃめちゃうまかったんだ。うん、そんなに機嫌悪いのに。いやー、機嫌悪いっすよ。とんでもない、今年一番悪いっすね、僕機嫌。今頑張ってるんですよ、向き合ってるんですよ。あの、多分ね、うつの初期症状が出てるんだけど、それをもがいてるかな今。なんとかしないとと思ってもがいてますね。いや、昨日動画配信を、だから1本の動画、2分の動画3本作ったんだけど、2、3分のやつを、その編集作業久々やって、みんな知らないかもしれないけど、5分以内の動画作るのも10時間とか平気でかかるのよ。で、今回のその動画作るのにも1本5時間ぐらいかかっちゃって、でもやらなきゃっていうのがあったから、
捨て頃前だから格闘技の動画作んないとプロモーションしないとと思って3本作ったので2本作って雑談3時間やった時に昨日ブラックアウトしちゃって、いや過呼吸手前まで行って倒れたのよ。その時原因気づかなかったの俺は。なんか調子悪くて放送切ったのよ3時間で。でも寝れないしやらなきゃと思ってそっから5時間またやったから15時間プラス18時間ぐらいずっと脳みそ使ってたので、配信者の脳みそとクリエイターの脳みそって全く別のところが動くのね。でこの辺が動くのよ、この辺が。でこっちの脳みそって俺すごく才能はあるんだけど、こっちの脳みそ最近使ってなかったからすごいね、なんか脳内でいろんなことが起きて倒れて、で結局20時間ぐらい動きまくってて、でもう飯何食ってもまずいし、もうとにかく満たされないのよ脳みそ。そうオーバーフローしちゃって、でその今日も起きてから10時間ぐらいもうずっとうだうだしてて、でのんちゃんにわがままずっと言って、で今に至るかな。甘いもの食いまくってるね、でも満たされない。要はね、 ADHD ってなんであれ起こるのかって、ほら ADHD でしょ、注意欠陥多動性障害ってドーパミンが出てないの。だから人よりも幸福感がないからイライラが半端じゃないのよ。要はパーって幸せな気持ちとか幸福感とか喜びみたいなものが足りないからストレスが溜まってじっとしてられなくてうわーとか言ったりとか歩き回ったりとかしたの。要はね、本人はなんでこいつこんな行動してんのって周りから見えるかもしれないけど、そのもう幸せとかがなくてもがいてるの、苦しくてもう歩かないといけなくなっちゃってんの。中学生の時そんな時なかった？あれがずっと起こってる感じなのよ。だからオナニーしても苦しいっつうか、そのドーパミン出ない、その全部ドーパミン出ない。で何が厄介かっていうと、そうね、俺分かってるんだよ、動画作ったら動画のドーパミンが出てんの。要はそれってセックスとか食い物とかを超えてて、自分の自己実現の欲求だから、アートの世界だから満足する前作っちゃうから出まくるのよ。その反動で出なくなるの。そうだからもうずっとネットサーフィンして、要はね使っちゃいけない扉開いたんだよね俺は。だから結構ねかっこいい動画できたよ。なかなか天才だなと思ったもん。やっぱね、動画編集能力に関しては俺天才だわ。花火ありがとう匿名さん。薬でドーパミン補えるんだけど、アンフェタミンっていう薬を出さないといけなくて、それは簡単なの。花火ちゃん、覚醒剤なの。簡単に言ったらこれを止める方法1個しかなくて、 ADHD 覚醒剤なんですよ、アンフェタミン。でアンフェタミンで検索してみて、 ADHD アンフェタミンとかいろんな薬あるんだけど全部覚醒剤の。要は廃人になっちゃう。だから俺はその病気と戦ってんのね。そうなるべくそれが起こらないように、起こらないようにって思ってんだけど、どうしても使わないといけない時があって、シルバー作ってる時もそうだよ、そっち側使ってるから苦しい。動画見る？見たかったらキャプるよ。でもね、多分ね、周りの評価と俺の中の完璧さっていうのは全然違うのよ。何をどう編集してんのか普通の人にはわからないと思う。要は全く無駄なこと、俺がこだわってることは15時間かけてやったことっていうのはみんなには伝わらないこと。でも見る人が見たら伝わるものだと思ってるから、そこは手抜けないんだよね。そう、アンフェタミンは合法の薬なんだけど、簡単に言うと成分は覚醒剤と全く一緒。見たい？いいよ。一番出来がいいやつ流すか。一番出来がいいやつはちょっと待ってね。いや、みんな見たと思うんだよ。え、これなの？って言うと思うよ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。
これツイッターにももう上げてるから見たでしょ。だけど相当こだわって作ったから。いくよ。これでだいたい5時間かかってるね。あ、ちょっと待って、ずれてる。でもね、やっぱ俺天才だなって思ったね。素材がこの状態でよくここまで作ったと思ったもん。要は躍動感つけるためにカメラ動かしてんのよ。これの大変さは分かんないだろうね。迫力を出すためにね、かなりそのカメラいじったけど、よく元の静止画の定点の状態でここまでやったと思うよ。本当はね、アニメーションとかいっぱいつけたいんだよ。スローモーションにしたりとか、パンチの時に打撃音上げたりとか、ジョジョみたいにドンとかやりたいんだけど、この素材ではやりたくないね。本番とかのやつでそういうのはすごいやりたいね。ツイッターで見たのは短いバージョンだね。これの俺がダウンするところまで止めてるんだけど、ここで終わってるはずなんだよね。ここで終わってるでしょ。だからオープニングの今のここだけで3時間かかってんの。 ここまで3時間かかるんだよ。そう、本編の方に残り1時間で仕上げたから別にそうでもないんだけど、結構大変なのよ。だいいカメラで撮ったり多角的に撮ったりとか、もっと本格的にやりたいよね、アクションを。ものすごいよ、 YouTuber とか大変だよ。だからしかもかなり雑に作ったかんね。動画編集めんどいよ。Adobe のプレミアも絶対やめた方がいいと思う。捨てない、今すぐ。やめた方がいい。やばそう、ハマったら廃人になるよ。これで原田さんのインタビューとかさ、解説とか入れたら結構かっこよくなるよね、一眼レフとかで撮って。やっぱカメラ欲しいよね。うん、プロじゃないよ全然。カウンター4発もらってるよこの2分間で。で最後はもうとどめ刺された感じ。要は最後みたいに本当は刺してるんだよ、うん、あ、マスターコレクションが、うん、30万ぐらいかけたのか。30〜40万、金持ってるね。まあ、いられとフォトショーがあったら十分だと思うけどね、普通の人は。めちゃめちゃ時間かかるの分かるよね。 YouTuber が遊んでるとかよく言うよな、みたいな。これだけで5時間かかるかんね。でもこれでも再生数なんか100再生とかなのよ。だから0.、広告見られて 0.1 円だから、多分10円なんだよ。10円に5時間。そう、すごい苦しいよね、やっぱね。これに意味があるのかっていうすごく毎日葛藤してるよ、これ意味あんのかなみたいな。多分ないんだよそれも分かっててやってんだよね。多分意味ないんだよ。でも実はその人生っていう長い尺度で見たらあると思ってんの。俺がここでその苦しんでるのとか学んでるスキルっていうのが意外なところで役に立ったりするから。いや、この動画の採算は合わない。ただ人生のいろんなもので言ったら採算は合うはずなの、俺の中で。それがでもやるんだよの精神だと思ってるね。プレミアのコンパで見ただけで吐き気がして3秒で使うのやめた。プレミアは、やめた方がいいね。そうそうそう。何年後かっていうので考えたらいいことになるし、動画編集能力の勉強になるはずの。俺が映画撮る時の。そう。だからどっかで回収できるんだよ。神様が見てるから今も。
そう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 、ここに意味を見出せなくなったら俺は終わり。こういう無駄なことをできるようにならないと。そう、無駄の積み重ねで今食わせてもらってるんだからさ。今のそれがびっくりするよ。 iMovie だよ。、うん、だからファイナルカットも欲しいしプレミアも欲しいよ。 iMovie で頑張って作ってんですよ僕は。でも頭の中にある俺の完璧な映像っていうのの今できるソフトで限界までやってるけど、本当はもっとあるのよ。そのこうやりたいっていうのが、こういう機材でこうやりたいっていうのがある。それがもう1割も出せてないからもどかしいよね。うん、待ってる間の時間の使い方を工夫ってどういうこと？何、待ってるの？待ってるが意味が分かんないんだけど。何が待ってるの？何も待ってないよ俺は。動画編集待ってる？待ってるって何を待つの？誰が何を待つの？待ってる間？そんなかかんないよ。そんなかかんない。なんでかっていうとデータが軽いから。そこまで重たいデータ、高画質じゃないから。そんなかかんないよ。じゃあ動画の厄介なところって、自分が1秒に納得するためにその1秒を100回ぐらいチェックするんだよ。それが大変。いやね、頭がおかしくなるんだよね。ループするんだよ頭の中で。ずーっと1秒間にこだわるから。そう、1秒にもいろんな1秒があるの。 それが大変。うん、で意外と元の素材の方がいいじゃんとか、いろんなことが起こるから、下手にいじくらない方が良かったりするから。うん、おい、いらっしゃい。ハートプレゼントありがとう。あ、俺ね、あのね、俺自分の頭がいいとは思わないけど、あのね、多分ね、あの天才ではあると思ってんの。頭がいいとは思わない。ただ天才ではあると思う。これどういうことかっていうと、能力の振り分けだと思ってるんですよ。簡単に言うと、普通の人が100ぐらいの脳のパワーを持ってるとしたら、俺は多分90とか80しか持ってないの。OK、前提条件。俺が頭が悪いって言ってるのが、普通の人は100持ってるパワーを、いろんなところに分散して使うの。うまく配分するの。俺は80のパワーをどっか一点張りするのよ。だから天才でもあるけど頭は悪いと思う。だから外した時と当てた時の破壊力が人と違うの。だけど世の中には200の力を持ってて、200の力を一点張りするクレイジーなやつがいるから、そういうやつには勝てない。うん、僕は無宗教です。ギムさんいらっしゃい。どこの宗教にも所属してない本当の生粋の無宗教ですね。そう、ピンポイント。でも天才性っていうのは俺そこだと思うよ。
要は ステータスが高ければ高い、能力、脳みその力、さっき言った100っていう力が高ければ高いほどそういうことしない。実はバランスがいい方が汎用性が高い。だ要はバカなんだよ。バカと天才はイコールだから、俺の中では。だからどこまで突き抜けてバカになれるかっていうのが自分の課題だよね。残された人生どこまでバカになれるのかって。だからできないこと多いもん。だからさ、例えばで言うとさ、宮崎駿がニコ生の会長である、角川ドワンゴの会長である川上さんに怒った動画知ってる人いる？ジブリの会議の中で宮崎駿がブチギレる動画見たことある人いる？この中に。知ってるかな？知ってる前提で話していいのかな？知ってる？あれってみんな笑ったはずなの。で、俺も大爆笑したんだけど、あれって多分みんなと笑ったところが違うと思うの。あれ、カワンゴが怒られて、みんな、ウケるっていう笑いだと思うんだけど、俺が笑うところって、宮崎駿天才すぎて俺爆笑したの。あ、すごいじゃん。いっちゃんおめでとう。見たことない。結構有名な、そうそう、人工知能を使うと、すごい面白い動きができるんですよ。なんかとても気持ち悪いこういった動きができるんですねって言った後に、カワンゴがプレゼンテーションした後に、不愉快だっつって、僕には障害者の友達がいて、そういうなんか非人間的なことを君たちがやりたいんだったら仕事は一緒にできないみたいなことを言われて、上場企業の大企業の会長がへこむっていうので、もう超話題になったの。要は CG のプログラムのテストの動画を見せたんだけど、それがゾンビの動画だったのよ。そう。で、それはそれでいいとするんだけど、俺何が宮崎駿天才かっていうと、宮崎駿ってやっぱり人間工学とか人間の動きとかアニメーターだから知り尽くしてるわけよ。つまりプログラムで、要は筋肉とかをここを動かさない、ここを動かさないで、合理的な動きをさせたらこういう這いつくばった気持ち悪い動きっていうのを見て、ね、川上さん気持ち悪いけどこういう動きができる、プログラムすごいでしょって自慢したんだけど、俺宮崎駿がなぜ天才なのかっていうと、それを勝手に障害者ってもう決めつけたわけよ。で、障害者の人の動きっていうのは筋肉が動かないから合理的な動きをするわけだから、全く同じ動き方に見えたんだよ。つまりアニメーションを極めてる天才、要は人間観察とか、それを動きをこうやって、この筋肉を使ってこうやって動かせたらこういう風になるっていう、そのお互いの情報のズレと宮崎駿の天才性が見えるの分かる。要は脳に障害があって、ここの筋肉とここの筋肉が動かせなかったらこの動きになるっていう風に勝手に脳内処理をしたの。で、宮崎さんはそれを怒りっていう表現をしたわけじゃん。障害者の友達に失礼だと思わないのかって、非人間的だよって切ったけど、その側の部分だけで笑ってるわけよ、普通の人って。わかる？そうじゃなくて、宮崎駿が一個の動画を見せられて、やっぱりなんつうんだろう、アニメーターとしてそういう判断をしてるっていうところがやっぱすごいなと思ったよ。多分なんていうの、動きの観察力っていうのがやっぱ飛び抜けてるんだろうね、どう考えても。ゆうさんはどつ？そうそう、這いずり回ってる動画。つまり最先端のコンピューター CG のアルゴリズムが出した答えと、宮崎駿が出した答えが一瞬でまとまるっていう話なんだよ。すごいよね。経験則で一瞬で宮崎駿に見抜かれるっていう。
全く難しい話してないよ。全く難しい話してない。今のが、難しい話だと思ったら、会話ができないね、俺は。会話ができないよ、会話が。普通に側だけ見ちゃういいんじゃない。まあ編集者っていうか、そこを狙って作ってるからね。あのテレビというか、あのドキュメンタリー作った人は、あ、これがフックになるっていう風に意図してああいう表現してるからね。それでいいと思うよ。はい、やっぱり宮崎駿はすごく天才で、すごく嫌な人だなと思って、すごく好きになったね。やっぱり嫌なやつだなっていう。要は何だろう、やっぱすごいことやる人っていい人あんまりいないと思ってて、なんでかっていうと、普通の人が考える視点と、その何か物事を突き詰めた人間が見てる視点って全く違う見え方がしてると思うんだよ。だから結果として、その言語っていう限定的な表現をすると、なんだろう、すごく尖ったものの言い方になるっていうか、頭の中ではものすごい情報量で、その人が不快に感じてることが分からなかったりするんだよね。要はね、喜怒哀楽のポイントがずれるんだよ、はるかに。普通の人と比べて。だから、なんかこう、人よりもすごいことができるんじゃないかっていう。人間自身が、こう、持ってる能力って、たかが知れてるんだよね、やっぱり。ステータス、どれくらい振り切るかっていう。すごいでしょ。上場企業の会長があんなに怒られてる動画を俺初めて見たかも。 あんな怒られ方する上場企業の会長か。 すげえなと思って、あれ結構話題になったからね。だからなんか配信者とか、まあ俺の身近なところで言うと、配信者であったりとか、YouTuber とかが楽して稼いでるみたいな言い方をするバカを見ると、やっぱり腹が立つよね。普通の人が、その YouTuber を見て、なんでこの人たちが苦労してるっていうのがわからないんだろうっていう、そのバカさがないから。
楽して金を儲けてる、こんなの小じきだよって言うのって、いかに自分がバカですって言ってるのかと同じように聞こえるの。こんなの、その俺がその業界にいなかったとしても、これがいかに大変かって普通の人だったらわかるでしょうっていう。だからそのやっぱりバカと会話したくないっていうのはそこにあるような、根底に。わからない人に何言ってもわからないから。わからない人と会話をする時間がもったいない。あ、でもすごいいいね。愛知県にさ、あのスタジオジブリのジブリワールドができるんでしょ。あの遊園地ができるんだよね。あ、いや、いいなと思って。楽して儲かるものなんて俺は世の中に一つとして見たことがない。大成功してる、金銭的にも人生的にも、いろんな人見てきたけど、楽して儲かる話なんて俺見たことない。ただあのね、楽して儲かるみたいなものあるんだけど、その情報をどこで取りに行くのかっていう勝負だと思ってんの俺は、金稼ぐっていうのは。要はね、ビットコイン、その去年あたりに始めたら俺は負けだっていうのはそこにあると思ってて、ネットワークビジネスでも何でもそうなんだけど、普通の会社でもビットコインでも、もう金儲けって情報をどっから、どのスピードで、どのタイミングで実行するのかが金儲かるか儲かんないだけだと思ってんの。で、仕掛ける側と仕掛けられる側しかないの、世の中には。で、仕掛けられる側になったら絶対儲からないんだ。仕掛ける側にならないと。その、なんだろう、金になる木の種みたいなものを必死で探してるよね。いや、言ってたな、カオスに。でももうあそこまで行くともう無理だと思ってて、俺はカオスが楽しければそれでいいと思ってんの。俺はカオスの人生に口を出すつもりないから。あの、無駄なことって意外と重要だったりするのよ。で、なんだろう、俺カオスの今の状態って、彼ギャンブルやらないじゃん。パチンコとかスロットとか多分やらない、嫌いなタイプなんだけど、俺初めて、嫌いな人ほどハマるって、あれギャンブルだって気づいてないのよ、多分。ビットコインとか FX がギャンブルで、世界最大の賭場が開かれてるっていう状態ではあるんだけど、それに気づいてなくて、例えばヤバゾーだったら分かってると思うけど、株とか FX って極めるとしてなんだよ。例えばさ、会社名は伏せるけど、みんなが知ってる上場企業の人とか社長さんとかって、もう自分の会社をほったらかして、自分の会社から上がってくる数億円とかでして株とかガンガンやってるのよ。もうみんなが知ってる有名人とか、いろんな、だから、なんつうの、一部の富豪が仕掛けてるものなんですよ。キレッキレにはならないけどな。俺当たり前のことを当たり前に言ってるだけなんだけど、多分俺がその上場企業の人とか会ったりとか、そういう上層階級の話を経験してるから、俺は普通のこととして話してるんだけど、普通の人はそれを経験してないから違和感があるんだと思う。嘘に聞こえるんだと思うの。それが嫌だ。動画内で障害者の友人を見てるようだって言ってたんだけど、人工知能を使わないとこんな表現もできんのか。アニメーターのクリエイターなめんな、こっちは手書きでもこの動き出せるわボケって言ってるように聞こえた。それは解釈違う。要は、いや、そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないの。要はね、宮崎駿ってすごく複雑な人生を歩んでいて、
戦争が大嫌いってことに中学生の時に気づくの。でそれまでは家がゼロ戦のこの風貌を作ってる会社で、家は戦機マニアで、その戦闘機マニアだったの。だから飛行機すごい詳しいのよ。プラモデルとか資料とかいっぱい持ってたの。だけど宮崎駿って反戦っていう心に気づいた時に、自分の中に強く湧き上がってきた時に何をするかっていうと、自分のコレクション全部自分で燃やすんだよ。これってすごい天才なんだよ。で、あのね、要は、カワンゴとかってそういう人じゃなくて現代の人で、クリエイターではなくてやっぱりプログラマーだから、そう、考えてない。思想がないんだよ。そう、プログラムで勝手にこういう動画ができちゃって気持ち悪い動画できたって言って褒めてっていう状態なの。現代科学すごいでしょって。だからね、宮崎駿が情報量を上回っちゃったんだよ。要は。だからそういう起こり方をしてるんじゃなくて、そこにイデオロギーまでついちゃってるの。その一個のプログラムに、その見る人まで、観客に何を与えるかまでを考えちゃってるの。わかるかな？すげえ言葉で説明するのやっぱ難しいんだけど、要はクリエイターとして怒ってるわけじゃないの。でもあの動画見ると毛虫のボロを作るんだけど、その後、要はね、やっぱ感化されてるから、あれは鈴木敏夫正解なんだよ。あれがきっかけで、あの CG とかに興味持つからね、難しい話してないよ。あのね、難しい話をしてないくて、俺それ2回目なんだけど、これあのこの枠で、あのね、難しいって決めた瞬間に難しい話になっちゃうんだよ。これってバカでも分かるぐらいレベル落として下げてるつもりなの。幼稚園生でも分かるぐらいまで落とし込んで話してるの。専門用語一切使わず。だからね、難しいって決めないで、分からなかったら聞いて、いくらでも答えるから。いや、あの難しい話なんか何一つしてないよ。なんだろう、分からなくてもいいから聞いてもらいたいかな、分かるまで。あ、でもね、子供の頃からこれはあったね。なんでこの人たち分かんないんだろうっていう。俺さ、ほら、あの病院の先生のくだりよく言うじゃん。世の中どういう風に見えてたって、ほとんど人間がバカに見えるって正直言って、壊れてるとかバカだとか愚か者だって言った時、先生にそれは君じゃないって言われたけど、これ子供の頃からあるコンプレックスなのよ。要はあのね、母親がそれがまさにそうで、俺の親父はね、分かってくれたんだけど、俺の母親に何を話しても理解してくれなかったの、俺の母親は。すごいね、コンプレックスなんだよね。そうね、その、もう 9割の人間が世の中バカだっていうのの代表例が母親だったの。はい、こんばんは。何が何だかわからないのは今来たからでしょ。風船ありがとう。アイテムありがとう。頭が。のんちゃん、なんか飲み物ちょうだい。何でもいいよ。なんでもいいよ。あのね、難しいよ。なんか俺の中にある当たり前が普通の人にとって当たり前じゃないっていうのは、やっぱりそのどっちが優れてるとか、どっちがバカか、どっちが天才だった話じゃなくて、やっぱ孤独だよ。やっぱり孤独だって。俺にとっての普通がどっちが頭悪いとか、どっちが間違ってるとかじゃなくて、共有できないんだもん。
政治に無関心な人間が生活に政治に最も影響を受ける。あ、はいはい。いや全然別に気にしてないよ。のりこは理解してくれてるとは思うけど、でも不思議だよな、のりことほとんど会話を交わさないっていうね。うん、のりことはもうすごいよ。お風呂上がったら拭いてー、うん、お母さんご飯何食べる、確認しよう、スーパー行こう、大変だ、豚肉がないよ、スペアリブで作ろうとか、もうすっごい俺とのりこの多分日常生活って多分みんなが見たらびっくりすると思うんだけど、多分幼稚園生ぐらいのレベルの会話だよね、俺とのりこの会話って。本当にレベル低いよ。すな、あのね、これってね、あの要は何が言いたいかっていうと、抽象的な空間で通じ合えるっていうのがすごく楽なの。コミュ障ではない。だから、うわぁ、イライラしてきた。だから、これがわかんないんだって。要は、じゃあ、説明するね。説明するから、ちゃんと聞いてね。具体的に話すっていう行為ってあるじゃん。掘り下げるとか、具体的に話す。説明する。話してる方は頭がよく見えるけど、実はこれ聞いてる方はバカなの。わかる？天才同士の会話って抽象的で成り立つの。だけど旗から見るとバカに見える。いや、相性がいいとも違うんだよ。具体的に話す、例えばね、天才と天才クリエイター、天才クリエイターって言った時に、いくよ、多分こういう会話をしてるはずなの。ここの線こうして、あ、わかったとか、あ、もし例の件どうだった、あ、大丈夫。すごい抽象的でしょ。周りから見たら何の会話か分かんなかったでしょ、今。わかる？これが天才同士。要は、旗から見たらバカに見える。情報量が少ない。じゃあ今度、一人のアニメーター、これこうしといて、いや、どういうことですかって。あ、ここのお前のペンは細いペンで書いてんだよ。な？で、俺が今これ持ってるペンあるだろ？これペンが違うだろ？サイズが。でな、お前の書き方はここをこうやって書いてるんだよ。そうじゃなくて、ここの筆の先の線の入れ方の角度をこうやってやってくれって。わかる？でも、天才に依頼するときは、これ、こうしといて。で、終わるの。全部洞察力があるから。考えてるから。これと一緒よ。今、バカに説明するのって、情報量多くしないといけないの。わかる？だから、アルバイトの新人とかの研修ってそうでしょ？レジはここの何番のここの、これをこうした後にこうするとこうなってガシャンってなるからこうして、この時にお礼して、ここで笑顔ねってやるでしょ？だけど、なんつうの、3年同じアルバイトだったら、ごめんって、会計であれしといてって言うと、オッケーって言うでしょ？これが違いなの。これが抽象的と具体的の違い。だから、のりこと俺は超抽象的な空間で生きてるから、幼稚園生みたいな会話で人生が進むから楽なの。うん。はい、こんばんは。うん。だから、バカと会話するのに天才はイライラするっていうのはこういうことだよっていうことを言ったの。うん。そう。あうんの呼吸じゃなくて、要は、知能指数が10、要は IQ が10、変わると会話が成立しないっていうのはここな、うん、はい、こんばんは。そうだから、俺は最近のドラマとか映画とかってバカ向けに作ってると思ってんの。それはどういうことかっていうと、今バレーニューいい振りだから、俺が映画論語るときによくやるんだけど、かっこいい映画っていうのはこうなの。いくよ。かっこいい映画ね。かっこいい映画は、パン。ワンシーン。オッケー？かっこいい映画は、パン。で、これで終わるの。これでいいの。これがかっこいいの。今のドラマは、あなた、私がなぜ撃つかわかるの？
田中よ、田中の件だわよ、田中は、田中は苦しかったのって全部やるでしょ。撃つまでにこんな人殺しいないのよ。田中は、田中は苦しかったの。長いわ。これがバカ向けに作られてるってことなの。最近の映画、アニメ、全部これなの。俺、お前のこと、3年前から好きだったんだぜ。え？嘘？ 3 年前って。もう、いらないの、その情報。いらないの。いや、本当に、これだよ。だからこれがわかんないっていうことはバカなんだよ。そう、説明っていうよりも、演者が説明するの。演者が説明するっていうことは、バカは理解できないからってもう監督が決めつけてんの。俺はだからもうこういう映画見たくないのよ。うん。風船ありがとう。バラエティ番組はだからドーンってここにセリフ大きく書いて効果音入れて笑い入れてここにテロップ入れて、要は見てる人がおじいちゃんとかだからバカ向けに作ってるから、ああやってパッパパッパ画面が切り替わるの。そう要は考えさせないため、ボケーっと頭使わないで見れるため。パチンコもそうでしょ。あの演出で脳内ガンガン効果音出して光フラッシュ焚いてキピーンとか言って外れるっていう、押せバーン外れみたいなねなんだこれ、うわーうわーうキピーンキピーン押せ外れって、なんだこれだよいやあれバカになるよね。いやバカになりに行くもんだと思ってるけど、あれはバカになるための施設だからいいんだよ。俺だからなんかあーとかうーとかうわーとか言ってるなんかキチガイみたいなスロッター見るのすげー楽しいもん。なんでだよとか台に向かって叫んでんだよ。いるでしょ。あーとか言ってたりもう超羨ましいとこ思うもん。すげー楽しんでんじゃんとか思って、想像力を数値化するテストとかあるの。想像力を数値化ってなんだ。なんだろう。想像力を数値化。なんだろう。想像力を数値化。あーお願いって手組んでるババアいいよね。俺そういうババアとやたら仲良くなってお茶くれるもん。いいねおばちゃん 80% だよとか言うとあと俺もうあの当たるよとか言うとおばちゃん興奮するの。本当に本当だよってそういうの好きだったよね。行かない方がいいよ。いや行かない方がいい。あんな廃人が行くところだから。コミュ力はなかなか高いからな。でもあのやばいのがあのメンヘラと一緒で一回話しかけちゃうとずーっとこれはこれはっていうやつもいるから、あの見極めが必要なんだよね。見極めが必要。間違ったやつに絡むとあのずーっと聞いてくるしずーっと粘着するし、そういやー関わんない方がいい。
むちゃくちゃ喋るやつ嫌いっていうか、俺は空気読めないやつが嫌いだから、自分勝手な人間が嫌いだから、めちゃくちゃ喋って相手のためになってるんだったら俺は OK だと思うけど、喋って不快になるやつとかもいるでしょ。いない？喋れば喋るほど不快になる人間は嫌い。喋れば喋るほど周りに幸せにできるやつだったら好き。いるよね、よかったじゃん、いやだからさ、俺の放送って典型的なそれだと思ってて、リスナーさんとかにコメントが全くないけれども、すげえ面白かったよあの回って言われることがよくあるので、現場では笑ってるのよ最近、わかるんだけど、だけどコメントに書いてくれないから滑ってると思われてんの。だからすごいシュールな世界観を出してるから、だから初見が見たら受けてないように見えて、実はすごい画面の向こうでは笑いまくってるっていうのがあるから、そこはね損だなとか思うよね。リアクションが手に入りづらいっていうか、あのね、この前ツイートに書いたんだけど、あれと同じよ。最前列にいるやつと、そう、大人びて見てるやつの差なんだよね。客層が良すぎるんだよ、逆に言ったら。大人すぎるのが俺の問題、俺のなんつうんだろう、放送いいところの回って悪いところが、あ、 YouTube から来てくれた、ありがとう。カラオケに遊びに行った時、ソフトクリーム巻くの下手なおっちゃんに綺麗に巻いたソフトクリーム渡してあげた時、職業病だなと思った。髪赤くしたね。乗せるって実はね、俺が持ってる能力って、それプロじゃ、プロなのかプロじゃないか論があるんだけど、あのね、テレビとは違うんだよっていうことをよく話をしていて、ライブなんだよ。よくライブっていう言葉を考えた方がよくて、で、芸人さんとかがよく言うでしょ、テレビの人は言わないんだけど、芸人さんで今日の客層どうとかよく言うのよ。バンドマンとかも言うの、舞台の時に楽屋で前のバンドの入れ替わりの時に今日の客層どうでしたって。要はあのね、ライブだから、その乗っかってくれる人、客層によって完成度って変わるの。全く同じネタやったとしても、聞く気がないやつの前でやっても滑るだけなのよ。でもうゲラがいたりとか、乗っかって声援くれる人がいる方が噛み合うのかとか、いろんなタイプがあって、いろんな客層もあるわけだ。だからね、その客層って大事だよ。実は一緒に作ってるんだよ、乗せてるかどうかっていうの。プロリスって言われてる人がそうだよね、乗せるんだよね配信者を。得をするようにね、やっぱね、お互い噛み合うんだよ。で、あのね、つまんねえなって言ってる時はね、俺もう客層ダメだと思って黙ってるもん。クソだなと思って、こいつらにやる芸なんて一つもないと思って。だからそれが俺が未熟なところね。要は安定しないっていう。放送見てる人のリアクションとか、あ、プロだなって思うだろうね。生放送をやってて、リスナーさんから言われるのは、放送を切った瞬間に終わりました、すっごいっすねって言われる。これもう全員言われる。
多分ね、あの中堅以上の配信者のところにいたら、そういう空気感全部全員持ってるよ。こんなテンションで喋ってるんですかとか、こんなことやってたんですねって。まず声の張りが違うし、あのやったらオーバーリアクションの、うん、つまんないのに盛り上げる気にはならないっていうのなら、あの黙って見てた方がいいよ、うん。価値観、はいはい、風船ありがとう。黙り込んじゃって米も止まってにらめっこみたいな。いや俺はわざとやってるね。なんかなんだろうな、なんか楽しむ気がない人に楽しませようという気がないから、あ今日のリスナー楽しんでくれてるなと思ったら積極的に行くけど、もうあのなんだろう、全力でこっちから行くっていうのはやらないね、うん。そう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 、それはすごくわかるの。そうそう、そこに受けたらダメっていうのあるんだよ。だからあの3年後生き残ってるか生き残ってないかで、今いい思いしててキャーキャー言われてるのでダメになったやつ腐るほど見てきたの。だからこあのね、女性ってあの女性のキャーキャー具合はトレンドかどうかを測る指数なの、俺の中では。最前線でキャーキャー言ってくれる女性の数っていうのは、今俺が売れてるか売れてないかだけで、実力とは何の関係もない、何の関係もない。ただブームが来てるだけ、ただ受けてるだけの、長い気はしない。女性が面白いって、若い女性がキャーキャー言って面白いって言ってるね、コンテンツで一発屋の可能性高いから、すっごく気をつけないといけない。そこでダメになる配信者芸人とかミュージシャンいっぱいいるから、うん、俺すげえわかる。逆に男はなんかコメントも書かないし、ギャーギャー騒がないし、淡々と見てるけど、一回好きになったら一生追っかけてくれるから、それは俺矢沢永吉とかそこを積み重ねた人だと思ってんの。もう一部のコアなファンにだけパフォーマンスを徹底して積み重ねていくっていう、生の詩もそれあると思うよ、うん。花火ありがとう、クール花火ありがとう。だからあのなんだろう、うちのなんだ女性層が年齢、精神年齢高いと思ってて、客層すごくいいんだよ、うちのリスナーは。だから35を超えたら女も全員、おばさんはおじさんと一緒だから、うん。あ、いえいえ、ワドツいらっしゃい。髪染めたね、うん。ニコ生でキャーキャー言われてたにもかかわらず消えていった歌い手なんて腐るほどいるでしょ、うん。長く見てたらわかるよ、生き残るやつと生き残らないやつ。ただあのその中に本物の天才みたいなタイプがいて、キャーキャー言われてるけど実はこれ気をつけなきゃ危ないっていうことに気がついてるタイプの生主が本当の天才。あの危機感を持ってるの。だから俺ね、荒野はダメになると思ってたけど、荒野は多分生き残るね。荒野は危機感持ってた、このままじゃ俺まずいっていう、うん。だから荒野は生き残ると思う、俺は。花火ありがとう。多分ね、それはね、現場の最前線に光くんと金梅さんがいたからだと思ってるね。感覚で学んでる。あ、俺今実力じゃなくて稼げてんのも閲覧あるのもっていうのを感じ取ってるっていうか、焦ってるように見えて、あ、こいつ頭いいなと思って。荒野は多分生き残る可能性ぐんと上がったね。うん。最初の頃はね、のぼせてたり天狗になってたと思うんだけど。はい、ハピネスさんいらっしゃい。どうだろうね、続けるかどうかは分かんないよ。ドレスさんはどうなんだろうな。ドレスさん、どれさん感覚じゃないもん、あの意外と頭良くないから、
どれさんが稼ぐっていうことに関しては厳しいかもしれないね。稼ぐっていうことに関しては厳しいかもしれないけど、反転する可能性がでかい人だから、なんていうのかな、パチンとハマったら爆発するっていうのはいつも持ってるタイプだから、閲覧もあるしね。だから、なんだろう。いいお客さんと出会うかどうかなんだよね、結局。だからそこの部分は運の要素だからな。どれさんも俺も今苦しいよね。すごく苦しいよ。年齢もあるし、やっぱり苦しいよ。すごく苦しい。あのね、簡単に言うとね、バレーニョね、伸びたスピードが急激であればあるほど落ちるスピードも急激なの。で、伸びたスピードが遅ければ遅いほど、ドレさんは6年の法則って言ったんだけど、俺間違えてると思ってるの。売れたこの数字とこの落ち方は一緒なの。わかる？こうやって上がっていったらゆっくり衰退していくの。これね、株とか FX やってたりとかね、会社経営やってるとわかるんだよ。これね、もう万物の法則なの。だから急激な伸びや急激なあれがあるから、そこで転換期、急激な伸びの急激なところで転換させるやつが天才タイプなんだけど、俺はね、このタイプだからこういくと思ってるね。わかりやすい。この法則は分析にすごく当てはまって、あのね、これね、人生と同じ法則みたいなもんなんだよ。だから、社長でもパンって跳ねたやつ、パンってダメになるし、積み重ねていったやつがやっぱ最強なんだよね。で、どこで気づくか、下がってるのを気づけるかどうかっていうのもある。急激な売れ方は怖いよ。あのね、これね、のりこが俺にアドバイスして、すっごい的確だったアドバイスがあるの。あとね、エミさんとのりこの。エミさんの理論は簡単。ワドク大手になりたい、売れたいって、どかその頃に言われて、なりたいですって言って、その時のエミさんが誰を言ったかっていうと、横山みどりさんを名指ししたの。配信外だよ。で、ワドくんって、みどりがさーって、みどりさんがさーって、イケメンだと思うって、思わないです。本当に一流に面白いと思う、思わないですって、そうなんだよって。横山みどりよりもイケメンだったり、喋りがうまかったりとか、カメラワークうまい、機材に金かけてる、声質がいいとか、腐るほどいたでしょって。でもなんで横山みどりが勝って、イケメンだの、声がいいだの、人気があるの、全員いなくなってるか分かる？って言われて、分かんないっすっつって。あのねって、みどりはただ好きだから続けただけなんだよって。これって重要なんだよって。で、君好き？配信って言われて、好きっすって言って、じゃあ君売れるよって。で、才能のあるやつはみんなネットから消えていったよって。今働いてるよって。だから、要は好きこそものの上手なれをよく分かってて、継続したやつが勝つって言ってんのよ。で、どんなに才能があってもイケメンでも何でも継続できないやつが負けるっていう。だからね、みんなが思ってるよりも大手って呼ばれてる人、キャリアが長いんだよ。キャリアが長いの。これいい話だよね。で、のんちゃんは俺に何て言ったんだっけな。大手になる人の条件っていうのは、ルールを作った人だ。要はルールを破った人が大手になるっていう。要は新しいルールを作った人ね。っていうのがあるっていうのと、長く続けてた人で神回が起こらない人はいないって言ってた。だから、どうやればじゃなくて、オプチュニティコストって経営では言うんだけど、機会をどれだけ設けてるのかとか、オプチュニティコストの使い方は違うけど、オプチュニティコスト、オプチュニティをいかに増やすかって話か。
だから長くやってたら事件も事故も起こるんだけど、そこじゃないっていう、うん、でその一発屋にとらわれると、これはこっから俺の分析なんだけど、一発屋にとらわれると一発起こそう一発起こそうって事件ばっかり起こすようになるから嫌われ続けるだけだと思う。そういうやつは人の売名中になったり、警察沙汰ばっかりやってヘイトばっかり集めてファンができない。で有名にはなるんだけどフォロワーの数が少なくて、結局クソみてえなやつになるっていうだけ、うん、それは一番気をつけないといけないことよ。仕事に通ずるっていうか人生全般に通ずるよね、やっぱね。これは、はいはい、いらっしゃい。こんばんは。だから何か何かで天才になることなんか誰でもできて、何かを継続するか集中するかっていうことの方がはるかに難しい。天才なんかどの分野でも誰でもなれるんだよ。ただね、継続は誰もやらない。だから天才って何かっつったら、継続するか集中力が半人よりも長けてるか、いや狂ってる人間なんだよやっぱり。だからみんな結果が出た側だけで評価しすぎよ。その人が今まで何をやってきたのか見ようとしないもんね、凡人は。うん、そこはだから天才と凡人の差なんでしょ。だからこれよく話すエピソードで、マイケル・ジョーダンがインタビュアーに切れたことがあるの、一回。マイケル・ジョーダンでわかる？シカゴブルーズの天才って言われた、もうバスケットの神様なんだけど、シュートすごいっすねって。シュート率が何割超えてますよっていうインタビューに対してブチ切れて、俺がシュートの本数が決まった本数なんかどうでもいいんだよって言ったの。俺は今まで誰よりもシュートを外してきた男なんだと。その話をなぜお前ら聞かないと。シュートを、こんばんは、シュートを誰よりも外した男なんだって言ったの。だからシュートが誰よりも入る男なんだっていう記事は間違ってるってインタビュアーにぶち切れたのよ。これ何を言ってるかっていうと、誰よりもシュートを打ったからそれ入るよねっていうことを言ってんの。俺は天才で誰よりも入る人じゃないんだと。誰よりもシュートを打ったから誰よりも入るんだよって言った。これ俺冗談正しいと思うよ。死ぬまで遊び続けることって意外と簡単なんだよな。それを見つけるかどうかだね。死ぬまで飽きない遊びを見つけられたやつは半分夢かなってるのと俺は一緒だと思ってる。それが見つからないから普通の人は苦しむんだと思う。誰かの夢に乗っからないといけなくなるんだと思ってるのね。でもその夢、やりたいことが見つかったらもう半分叶ってるのと一緒だから、あとはその自分が手に入れる目標値まで落とし込めるかどうかな。要は行動力と年数でしょ。あとは実力とか才能とかがプラスするんだろうけど、大体なんだろう、俺は耐久力だと思ってるかな。うん、アフィリとかもう全部に通用するものだと思ってるね、これは。でそれを10年20年ってやると、もう経験則で最短の効率でできるようになるから、そればっかり聞くじゃん、テレビとか有名人になってるから。その人の効率的にいいところを聞いても意味がないと思ってて、もう最先端を走れるんだよ多分、もう10年20年現場でずっといると。だけどそこを求めようとしすぎっていうか、これをこうやってやったら効率的にできるんでしょ、できないじゃんっつってストレス抱えてるように見えるかな、現代人は。できるわけないじゃんみたいな。
最短距離を知ってる人じゃないんだよ本当の天才は。っていう話をずっとしてたんだけどね。そうだね、いっちゃんね、競馬とかね、競輪とか放送とか掲示板いろいろあるよね。いっちゃんそうだね、いっぱいあるね。そうだね、そうだね、いっちゃん。ハートありがとう。ずっといるよ、ずっといる。いい匂いしてきたな。スペアリブのチャーシューができた。ハートありがとね、いっちゃんね、いつもありがとね。はいはーい。いつからいっちゃんと仲良くなったん？いっちゃんは、のりこが相当タイプ。ああ、まあ、のりこ好きだね、いっちゃんは。風船ありがとう。
はいはい。いってら。ギターね、くたばれよ。あんまそういうこと人に言わない方がいいと思うよ。くたばれとか死ねとか、なんでそういうこと他人に言えるんだろう。何やってんの？何やってる？生きてる。おやすみ。
あ、風船ありがとう。花火あとなんか適当に投げといて。ちょっと今金なくて困ってんだよね。のんちゃん枕ちょうだい。ありがとう。花火千花火千発、1500発ぐらいかな。1500もいらないか。千何発だろうな。千発でいくらだ。花火千発ぐらいでいいか。千発。花火1000発でいいか。いや無理なんかしてないよ。全然無理してないよ、うん、なんかミラクルフィットしねえな。寝づらい。あ、寝づれえな。俺プロ配信者なんか名乗ってないよ。めちゃめちゃどうでもいいんだけど、なんか俺が言ってないことを勝手に言ってるみたいな、やめてくんない？あれどうした？お疲れ。どうした？配信してる？配信やってるよ。あ、今声入ってる？入ってるよ。やわだな、機嫌悪いって聞いたんだけど、どうしたの？いや、体調悪いんじゃない？ほら、躁鬱病持ってんじゃん、俺。あ。なんかね、最近鬱っぽくて。本当にじゃない？なんだ、嘘ついてどうすんだよ。もう機嫌悪いな。いや、機嫌悪いじゃなくて、嘘ついてどうすんだよ。そうなんだ。え、引退したって聞いたんだけど。寝てねえんだけど。え？
ってねえ。え、なんかツイッターかなんかに書いてなかった？なんて書いたの？いや、なんか引退配信って書いてあって、アイラ引退配信で永久なんか。俺が？いや、なんかのツイッターで見たよ。引退してないの？あれ？だってそれ。え？帰ねえ。え、なんかそんな枠開いてなかった？開いてねえ。え、なんでじゃあそんなデマが広がるんだよ。知らねえよ。火のないところに煙立つかと俺なんか。いや、だから火のないところに煙立つかよって俺のセリフでしょ。どんなこと立ってんのじゃあ。ちょっと待って。なんかで見たよ。ツイッターで。この人だ。ちょっと待ってね。なんかテンパってんな。ん？そう打つっていうのは放送でアピールしてる時点で、ちょっとそういう弱い自分みたいなアピールしてるわけじゃないの？なあ、アピールして何なんのよ。何の得があんの俺に。同情とかや、アピールになるの、そういうんじゃないんだな。ん、ちょっと言ってることわかんない。あった。絶対王者のミスターフワッチアイラが無期限の配信休止を宣言した、アイラのセリフね。ずっと1位でやってきて最高のリスナーを抱えてきて、だからこそ休みます。パワーアップのための休止。復活した時にどれだけ上がれるか、うん、俺は今よりも花火を上げる自信がある。必ずまた会おうじゃーなって書いてあるけど、これ嘘なの？完全なる、あの、うん、ほとんどちょっと違う部分あるけど、言ったことは言う。5月から俺1ヶ月いらないから。え、5月完全に休むの？1ヶ月完全休む。なんで？花火師いなくなったんだ。いなくなったことは全く何も変わってないよ。え、じゃあなんで休むの？税金対策？税金対策っていうか、税金対策も知ってるよ。税金対策はやってる。うん。いや、お前さ、配信しながらさ、プライベートも全部さ、おう、そう、全部平均的にやるタイプの多分。ごめん、電波が悪い。何プツ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 言ってる。何言ってるか分かんないんだけど、どういうこと？プツってねえんだけど。いや、めちゃめちゃプツってるんだけど、何言ってるか全然分からん。プツってるか、お前。ああ、聞こえた。ああ、俺のね、スマホかもしんない。スピーカー機能かもしんない。うん。だから、うん。プツってない今。プツってる。遠い声が。かなり。んじゃあ、PC でかけるわ。うん、待ってるわ。はいはい。うん。アイラと話してる。うん。なんで橋さんさ、お前とリアルで仲良くならないといけないの？バカなのお前。なんで俺がお前とリアルで仲良くしなきゃいけねえんだよバカ。あ、もしもし。怒ってんな。いや、なんか聞いてるこれ。あ、聞こえてる。うん、うん、おい。何？おい。あと、おい。気合入ってるかお前。いや、入ってるよ気合は。うん。うん。ちょっと、その LINE のホーム画像何？ LINE のホーム画像何って何よ？何これ、かっこいいな。あ、どうしたのよこれ。プロのカメラマンさんに撮ってもらったの。ちょっと面白いな。でもな、なんだよ面白いって。笑い、いや、これちょっと面白いな。これちょっと面白いな。笑いの要素ねえよ全然。いや、これちょっと、いや、なんか笑いの要素ない。もう分かってんだろ少し。これちょっと面白いって。いや全然、マジで俺芸能界行こうと思ってるから。宣材写真プロに撮ってもらったんだよ。あ、芸能界で使う宣材写真ってこと？うん。え、何の芸能界行くとしたらどういうポジションでやるとやりたいの？文化人。例えばどの番組に出たいって言ったらどの番組に出たい？情熱大陸。もう、まあ、でもそれ草生やしてる？生えてる？何草って、全然意味が分かんない。お前が質問したことに対して俺答えてるだけだから。うん、それでそっちの放送で草生えてんのかって話。生えてるわけねえだろうがよ。なんねえよっつってんだよ。うるせえ、関係ねえだろ。なんだよ草。なんだよ情熱大陸って今の答え。面白くねえよ別に。いや面白い、受けなんて狙ってねえから。狙っただろ今。狙ってねえよ、本気で言ってるよ。で、この写真ちょっと吹くよね。
な、なに、なに、なに。でも、うつじゃねえだろう、でも元気じゃねえか、全然。いや、で、何がうつだよ。躁うつ病の初期症状なんだっつうの。いや、今さ、じゃあ何がうまくいってないのよ。うまくいってないとか全然関係ないんだけど。関係なく自然と定期的に来るのか、いきなりあの不定期でパッと来るの。お前さ、躁うつ病のやつってうまくいってないからうつになってると思ってんの？何もわかんないでしょ。躁うつ病って別にうまくいってるやつでもなるから。まあなる人はいるよね。そう、躁うつ病の別にないよ。別にうまくいってるとか言ってない。それをリスナーに語ってんの、躁うつ病ですっつって。いや言ってないよ別に。いや機嫌悪いねとか、ね、なんだよ。ちょっと機嫌悪いねって言って、いやだからそういう機嫌悪いっていう話をして、うん、でもなんでって聞かれたら、いやちょっと躁うつがって話はなってんじゃないの。なってるよ。なってんじゃねえかよ。じゃあなってるってなんだよ。質問に答えるの別に生主の仕事だろうがよ。なんか言われたら答えるから。なんか今日おかしいな、調子、調なんか今日調子おかしいな。な、何を言ってんの。全然意味わかんないんだけど。何、何よ、何がおかしいのよ。なんでそんなテンパってんのさ。ちょっとのんちゃん出してよ。じゃあ分かったわ、うん、ちょっと待ってて。うん、なんか、なんか今日尖ってるわ。どうな、のんちゃん起きて、アイラが話したい。寝てんのかよ。なんで寝てんの、この時間に。早いだろ。寝てるんかよ。どうしたのよ。いや本当の和道がやっぱりちょ、和道ってなんかちょっと嘘くさいみたいなところあるじゃない。うん、ちょっとね、嘘くさい感じがあるから、そこをちょっとちゃんと聞きたいところあるよな。なんなの、相田様。え、のんちゃん寝起き。そうだよ、こんばんは。寝起きにごめんね、うん、こんばんは。大丈夫？うん、大丈夫だよ。寝起きなのにシャキッとしてるね、ずいぶん。そう、シャキッとなった。シャキッと起きた。ほんと？え、なんかさ、和道って調子悪い時あんの？うん、調子悪い時あるね。機嫌悪い。え、そういう時にどんな感じなの？なんで今日はちょっと調子悪そうだなってなんかわかるの？もうのんちゃんが。うん、わかるの。え、なんかその躁うつの、うつが入ってる時ってこと？そう、うつが入ってなんか何にもやる気たくないってなっちゃう、うん、でもそういう時にや、あのやってたことを全部やめちゃうっていうのはどの癖ない？なんかね、昨日ねちょっと頑張りすぎてね、燃え尽きちゃったの。何やってたの？あの動画の編集。え、 YouTube の？ YouTube の。ああ、あれ全部自分でやってんの、あいつ。そう。ああ、え、相当やってるよな。うん、それ疲れちゃって。そう、うん、まあ知らねえよって話もあるけど、うん、でもそこはじゃあのんちゃんも一緒に今機嫌悪い方に出て、うん、声だけで出演して、うん、言わないと結構もうなんか嘘なんじゃねえかみたいなさ、うん、まあでもあんじゃん。怖くない、いきなりそんな機嫌悪くなって。のんちゃん、うん、一緒にいていきなりだって、何今日は何ちょっと機嫌悪い、悪いんだみたいな、ややこしいな、なんかな思わない？いや、怖くなる。そういうところもまたいいの。怖くなるところとかじゃないんだよね、なんかぐったりしちゃう。ぐったりしてんの？そう、ぐったり。なんか規制張ってんだ、じゃあいつも結構和道は。どうなんだろう。なんかもう言えない、なんか虐待されて何も言えない子みたいな感じになってんじゃん、大丈夫？大丈夫大丈夫。まずいこと言っちゃいけないみたいになってるじゃん、後で怒られるみたいな、うん、大丈夫？うん、大丈夫だよ、虐待されてないよ、うん、ちょっと和道怖くなってんじゃないの？怖くないよ。あるのか、うん、ちょっと今日は調子悪い日なんだ。そう、
ちょっとなんかあの男の日みたいな。え？男の男の子の日みたいな。まあ女の子で言えば女の子の日みたいな。そうそうそう。だから男の日なんだ。そうそう。うん。そっか。え、のんちゃんなんか何？アイラさん来たよみたいな感じ。アイラさんみたいな感じで前言ってたけど。そう。たまに見てくれてんの？俺の放送。そう、アイラさんは。でもね、コメントすると怖いから、コメントできない。怖くないよ、のんちゃん。ありがとう。見てくれて。うん。あざっす。ありがとうね。うん。で、のんちゃんはもう絶対ああいうなんかツイキャスとかでああいう放送しちゃダメだよ。なんかいきなり。ああ。ぶっ飛んで。うん。うん。でも全然のんちゃん安定してそうだね、なんか精神面、今。うん、そうだね。大丈夫だよ、全然。さ、ワードを支えれてるって感じになってんだ。支えられてるかな。なんかあくびしてると思うんで。アホが。うん。なんかあくびしてる？うん、ちょっとあくびしてる。うん、ちょっと変わってじゃん。ごめんね。変わってって。うん、ここいて。うん。どうした？気合い入れろよお前。なんだよ気合いって。なんだお前、体鍛えて、うん、心技一体で、うん、体鍛えたらなんかもう脳みそもなんかさっぱりして、うん、昔と変わったワードに生まれ変わったんじゃねえの、第二形態のワードに。いや、しょうがない、久々に鬱出ちゃったんだから。俺昨日、ちょうど昨日、和道はもう地に足ついて、うん、すごい今確立してる放送してるよなって俺ちょうど配信で言ってた時に、うん、そんなふわふわしてんの。いや、しょうがねえだろうよ。お前なんで鬱になる必要あんの、お前。知らねえよ俺だって。いや、お前バンジーうまくいってんじゃん。全然うまくいってない。なんで鬱になる理由あんねん、お前。だから、うまくいってるかいってねえかなんか関係ねえから、鬱病。だから、そういうのが逃げなんだって。鏡を見て、俺は今うまくいってるじゃんって自分に語りかけろよ。なんで俺が今具合悪いんだよっていう、ぶち壊せよ、それを。何そこに負けてんの、関係なくなっちゃうんだよ、じゃねえんだよ。うるせえ。しょうもねえ。あ、また、またそうやって、あれか、うつ病の人をそうやって敵に回すのか、うん、アイラは。生活保護の完全マニュアルをやって、うん、何の意味があってやってるんだよ。いや、だから生活保護の人の助けになりたいんだよ。な、助けになりたい。うん。いろんな人の助けになりたい。なりたいね。いずれ、キューちゃん牧師みたいになりたいんだ。牛ちゃん牧師とかあんなエセキリスト、なんつうの、あれはカルト宗教だろ。じゃあワードはエセじゃないんだ。俺はエセじゃないと思ってるけど。本当に心配してんの、そういう知らない生活保護を受けてる本当に知らない人のこと本当に心配してんの。まあじゃなかったらやんないだろ、あんなめんどくさいこと。だったらもっと奥深くまで行けばいいじゃん、うん、相談枠受ければいいじゃん、全員の相談受ければいいじゃん。いや、受けてるけど。ガッチリ受けてるよ。受けてんの。うん。それはアピールなもんじゃないんじゃない、自分を売り込むものじゃなくて本当に思っててやってることなの。じゃあやってるけど。そんなキャラだっけ。いや、キャラとか、いや、アイラがどう思ってるか知らないけど、俺は別に普通に、うん、いや、思ったことやってるよ。うん、そうか、そうか。うん。元気出せよ、打つとか言わないで。いや、出したいよ、俺だって。うん。でも、この黒巻、うん、ありがとうね。うん。できたの？黒巻。できた、できた。ああ、よかった、よかった。普通にね。うん、エクスプリットで黒巻って書いてあった、うん、いや、まあそうだと思うわ、ね、うん、なんだよ、まあ、うん、うん、それは何人いんの今。248。すげえじゃん、うん、62だよ俺なあ、元気出たわ。ありがとう。元気出た。ありがとう。
元気出たろ？うん、元気出た。すげえ元気出た。うん、ありがとう。勇気もらえた。失礼でな。失礼ってちょっと上がるじゃん。失礼で今68だよ。あいれ、お前の方が頑張った方がいいんじゃないの？どうしたの？だからお前確率できてんだよ。少なくても。確率できてんじゃん。いや、確率はできてるけど。だからそれ鼻につくなんか感じかな。素直じゃない感じ出てるよな。何？確率はできてるよ。生意気な、そのイラッとする感じ。お前より結果出てるじゃん。どういう結果が出てるの？じゃあ。だってお前に閲覧負けたことなんかないよ、俺。そうなんだ。じゃあ俺顔出して、この次閲覧買ったらどうする？じゃあお前、俺が花火買ったらどうすんの？お前さ、前回面花火白く対なって決きでた負けたね。よな。面あれ、白く面ない？白くなってきたせいね。せいじゃあ、お前さ、前回負けて何もやんなかったじゃん。お前逃ちょっげると面じゃん。白くなってきたね。いや、面罰白くゲーないムっ決めててた？決めてたよ。罰ゲーム決めてた？何？顔出して謝るっ何？ていう。でもお前約束破るじゃん。顔出して謝るって決めてた？決めてたよ。で、お前バックレたじゃあ、いいよ。顔出して謝るよ。じゃあ次出すとき。ん。俺、何？まずその分消化するわ。お前に謝るよ。じゃあさ、俺に次俺が顔出しで、お前いつも出してるけど、顔出しで花火対決やって、閲覧プラス相手もお前に、負ける自信ないわ、さ。で、じゃあ、勝閲てる覧とよ。花火のカウントどうやってやる？対決しようよ。1時間でいいじゃん。1時間でいいよ。花火閲は、覧の、1時間の閲覧の合計と、1時間の閲覧の合計？アイテムの合計。だってさ、だって、あれじゃん。閲覧の数を1カウントすんの？1人を。だって、花火一発で500人分ってえぐくない？そんなんだって、ん？花どう火いう？10発でああ、5、そういう意味？そうだそうポそう。イントを全部数字を一緒にしてるんだね、今ね。そんな数字を一緒にするっていうわけじゃないけああ、なるど、ほど、なるほど。花火一閲発覧では閲500人覧。分って誰も言ってねえけどなるほど。閲覧は閲覧、な。花火は花火で対決すんの？負けた方どうすんの？そう、だからそれで、例えば閲覧がお前が勝って花火で言えば、負けたって言ったらややこしくなってくるから、そこはどうしよっかな。まあでもどっちも俺が勝つよ。いや、前回それで負けてるんだって。で、約束反故にされてるん負けだって。てねえよ。負けたよ。負け俺だったてんあだ。れやってたもん。モグラやってたもん。何、モグラって。なんかいいから、潜罰りゲー禁ム、止とかやってたもん。いいよ。じゃあ、罰ゲーム決めて。どうせもう負けるからね。やろうね。だから、罰ゲーじム、ゃあ、しろっか。え？してやろうか。明日でも、いつでもいいよ。俺負けないもん、アイラに。あ、じゃあやろうよ。いいよ。じゃあ明日の何時？何時でもいいよ、俺。ていうか、今からでいいでんじもゃなないん、の？お、暇じゃねえじゃん。暇かな、何？なんて。一日何かけないと花火師に連絡取らないとダメなの？色恋しないと自信ないの？今からじゃ。いや、顔出しだろ？いや、顔出すじゃ俺ねえじ顔ゃ出し基本、顔出し基本昼間やるから。ん。昼間なんか起きてねえよ、俺。また逃げんの？そうやって。自分から吹っかけいとや、いて。どうしたの？だから、その、テンパんないでいいから。じゃあ明日お前のやりたい時間だから聞いたじゃだから今からでいいじゃん。ん。だから一時焦んなよ。いや、焦んないよじゃつ？なくて、お前がいつってあ、聞い今たがら。調子いいから今がいいの？いや、今が調子いいから今がいいのじゃなくて、お前がまずやろうっつったわけだから。だからやろうって言ってんじゃん。だから明日もいつやる？だから今でいいじゃん。ね、なんで今にすんの？じゃあ1時間後。じゃあなんで1日必要なの？花火師に連絡取らないといけないからでしょ？花火師に連絡なん明日ての別に取らなくて十分何だよ。時よろしくねって色恋かけないと花火上がらないってことでしょ？悔しいの？悔何しいか。のじゃなくて、質問で返すんじゃなくて、お前の都合が悪いんだろっつってんの、また負けんのにビビってんだろって、俺は今でもいつでもで大丈夫だよって言ってんの。だからそう今やか。ろうぜっつってんの。俺はいつでも臨戦態勢だから。そうなんだ。カルティエ今度送るよって言うの？何カルティエこんなこと言って。いや、だから今回花火買ったらカルティエ送るよって花火師に連絡しないと都合が悪いのって聞いてんの。そんなことやってんの、お前。
俺はやってないよ。だからシルバーアクセス作ったの？お前。違うよ。俺の話じゃない。お前自の話分がだ。言うことってお前さ、自分がやってることを言うんだよ、そういう俺の。がさ、リスナーにカルティエを送ると思う？なら言わないよ、そんなこと。なんでこの話逃げようとしてんの？図星だったの？逃げようとしてないんだけど。じゃあやりますか。だからやるっつってんじゃん。しょうがねえな。負けたらどうする？じゃあ花火対決で。いや、何でもや俺るよ。今日顔は出さないよ。じゃあ花火対決ね。いいよ、別に。負けた方はい、どうじゃあすんだ負けよ。たらどうすんの？負けたらどう、いや、アイラ負をけ決めたていいよ。ら、お前土下座して床舐めりながら、アイラさんすいませんでしたって許してやるよ。俺が負けたら同じことしてやるよ。顔出して。だから、だから顔出し今日しないって言ったじゃん、俺。じゃあ、負けたらあ、顔負けだ。た罰ゲームは顔出しでいいよ。何？負けた方は、土下座して床を舐めながら、和道さんかアイラさんかごめんなさいって相手の名前言いながら言うのが罰ゲーム。一生、あ一生に言なう。たに使えます。あなたの、一生あなたの上には立てません。僕はゴミです。クズです。詐欺師ですっていうの。それやるの？本気で。俺やるよ、負けたら。でも前回保護にしてっかんな。あれ逃げんだ、こっからおかしくない？でもお前約束守んないじゃん。酔っ払ってた、守忘るれよ。てたわ、つって。守るよ、守るよ。今、リスナーみんな見てるから。みんなって60人だろ？お前よくそんなみんなとか言えるな。でもみんなじゃん。お前のみんなっていう言い方、あ6。れ逃げんの？ごたく並べ出したな。いいどうよ、しじゃあたやの？ろうよ、じゃあやろうよ。やれよ。お前逃1げ時んな間後よ。な？いや、逃げないけど。え？いや、いつも逃げてんじゃん。いや、だから、その1回があったっていうか、その時の話も結構めちゃくちゃだったけどね。だから過去の話でも誰も覚えてないじゃん。今やるじゃあ話だよ。今早いやる。話いでや、しょ。いいよ。別にやってやるよ、じゃで、何時から？じゃあ。だからお前が主張何し時かろ。ら何時までのアイテム対決にします？1時間でいいじもうゃん。23時よ。じゃあさ、23時半から12時まででいくね。12時ね。30分？して負けた場合、1時間でいいでしょ。1時間で。いや、一旦切りたいから。一旦切りたい。だっ一てお旦前切りたい。12時20。前に一旦切りたい。お前と違って俺上位で対決してるから、一旦切りたいですよね。上位？ああ、切らなくていいや。切らなじくゃていいや。切っていいよ。23時半からお前12時って言ったんだよ。30分でやる10のっ時て聞いた。半でいいよ、10時半で。明日の10時半ってもう今1112時。時半、じ、いや、だよ、だよ。今さ、11時でしょ？お前だ10時って言っから、たじゃん。何よ。言ってね、お前、耳大丈夫か、お前。お前だわ。だから、11時半から、ね、12時半まででいいじゃん。そのいい1よ。時間でいいじゃんってこと。いいよ。負けた方をあ床舐めた、ながら、すいませんでしたって謝るってことね。それを、やる前に必ず相手に LINE で今からやるよって報告することね。LINE でって。もう録画するから。録画するから。わかっああ、た？その負け動画をね。負け動画を。じゃあ、よろしく。で、俺がもしやるとき、それは今日中、次の日中ってことね。オッで、ケー俺オッがケやるとき、俺が負けたときはお前に今からやるよって必ず LINE するから。あ、オッケーオッケー、いいよ。わかった？はい、お疲れ。じゃあ。相変わらず日本語が何言ってるかわかんねえな。ハートありがとう。一生ってなんだよな。これでいいのか。23で。あいつ、前回負けてっかな。逃げるかな。
いや、アイラいや元気あげようとして言ってんだよって意味がわかんないでしょ。罰ゲームエグいよ、あいつ。毎回指定してくっかんね。勝てるんかって。いや、だから前回勝ってるからね。いや、だからメイクとかいろいろあるんでしょ。メイクとか、設定とか、花火師さんよろしく頼んますとか、いろいろあるんでしょ。いろいろ負けるわけないじゃん。アイラに配信でアイラに負けたこと一回もないよ俺。60人はどんな感じなの。60人はどんな感じなの今。気合入ってんの。アイラどこだ。アイラいないんだけど。アイラアイラやってんの放送。ふわっちじゃないのかな。ニコ生、ニコ生やってんの。アイラどこにいんの。いないんだけど。配信、いや、いないんだけど。あ、いた、いた、いた。あ、放送終わってるわ。電話してるね。ん？ね、花火師に電話してる。営業してる。頼みます、よろしくっす。もうすごい LINE かけてる。よろしくっすっつって、もうお願いします、お願いしますって選挙活動みたいなことやってるでしょ。選挙活動、自演花火とか恥ずかしいことやんないよ。またアイラくん、またなの、お願いします、またっす。いや、だから明日の昼間って言ってんでしょ。だから明日の昼間やろうぜって、もう必死なのよ。なんでかっていうと、今この時間みんな出勤してるから。アイラの花火師さんたちは今仕事ナウだから、これ勝てるよ。これ勝てるよ。現時点で勝ってるとか、俺別に、だから花火対決とかやらないもん、相手から言われない限り。前回勝ったからね、アイラに。で、あいつなかったことにしたんだよ。卑怯者だからね、あいつ。絶対勝つでしょ。だってアイラが顔出しして床舐めながら和道さんすいませんでしたって動画撮れるんだよ。あいつバカすぎるでしょ。アイラが顔出しして和道さんすいませんでした、許してくださいって言って床舐めながら配信する映像撮れたら最強でしょ。23時30分が相手の指定だね。くっそ笑うでしょ。もう終わりになるでしょ。いや、最高でしょ。いやいや、絶対やらせるけどね。あんだけ言ったんだから。絶対やらせるけど。うん。アイラ負けたら、和道さんに花火10万。ん？どういうこと？アイラを負かすためにやるんだったら、花火対決の時に投げないとダメでしょ。負けたらとか、何、条件が意味わかんないんだけど。アイラが負けたら和道さんに花火10万ってどういうこと？どういうこと？いや、全然意味がわかんないんだけど。早番の淡姫も花火師なの。まあいいんじゃない？別に。向こうから吹っかけた喧嘩だから。負けないでしょ。負けないから。和道リスナーの恐ろしさ解くと見よ。和道に花火10万投げるって意味？アイラが負けたら。ああ、アイラの囲いってこと？あやねさんが。いや、別にリスナーさんに俺負けたらとか全然ないよ。10万分の花火は俺に投げてくれるってこと？まあ、いいよいいよ、アイラに投げればいいじゃん。アイラのことが好きだったら俺に投げる意味がないよ。ただアイラが床舐めて和道さんすいませんでしたっていう動画が見たかったら、次の1時間で投げてくれたら全然いい。それが見たかったら。
いや和道リスナー舐めたらあかんよ。なんだっけアイラがさ BGM で使ってんのなんだっけ、アイラが BGM で使ってんのなんだっけ、アイラが BGM で使ってるやつ誰か知らない、鮫島さんがこの前言ってたやつ。いやだからあの結構いいとこ行くと思うよ、見てなよ、うん、みんな花火買っておいて、胡蝶蘭ね、はいはい俺も本気出すから胡蝶蘭ね、これか、うん、これこれかな、よっしゃ行くぜお前ら、よろしくってやればいいんでしょ、完璧じゃん、絶対上位互換じゃん俺の方が胡蝶蘭ね、はいはい OK、 いいね、全然勝てるでしょ、うん、のんちゃんメイク動画あんのないの、うん、全然いけるでしょ、俺も画像用意しとこ、ちょ待ってね、対抗しないといけないからどうしよっかな、これでいくか、このサムネで胡蝶蘭で勝てるでしょこれで俺の勝ちじゃない、どう思う、うん、あ解放、あ間違えた、解放か、うん、どれがあるかな、間違えちゃった、これでいいか、これでいいんじゃない、どう、ダメ、これで爆音で胡蝶蘭かけてたら勝てるんじゃないの、そういう世界じゃないの、違うの、勝てないかな、ダメかな、いけない、いけそうな気するんだけどな、あれなんで広がんないんだこれ、なんだろうこれ、こんな感じか、こんな感じでいけんじゃないの、ダメだ、いけんじゃないのこれで、いけるっしょ、うん、ダメ、胡蝶蘭かけたら大体上がると思ってるんだけど俺、違うのかな、違うの、そういうもんじゃないの、うん、ロイズの胡蝶蘭、これ今ので合ってるでしょ、これで合ってるでしょ、これでしょ、ロイズの胡蝶蘭かけたらいいんでしょ、これでしょ、これでしょ、これじゃないの、これでいいんでしょ、これだよね、合ってる、勝ったな勝ったわ、これだよね、アイラ推しなのにブロックされた、ざまだねアイラ推しの女の子がブロックされたってひどい数少ないリスナーなのにゾーマオッケー、あやねちゃんアイラを床舐め回すさせよう、俺が敵取るわ、いや笑うっしょ、推しなんだよアイラ、推しでアイラ様は負けない、アイラ様がもし負けたら和道さんに10万払うもんってリスクの話したのに私アイラさんそんだけ好きだもんって言ったのに何を勘違いしたのか、アイラはビキってブロックだから、ね、いやウケるでしょ、うん、今あのあやねちゃんは俺に10万投げてくれるのを俺は確信に変わったよ、アイラのそういうところあるからあいつ、うん、ね次枠でアイラに確実に投げたリスナーだったのにね、アホだな、アホすぎるわほんとアイラ、
対決終わったら俺言ってあげるよ。あの、あやねちゃんをブロックしたの解除してやれってちゃんと言ってやる。アイラのもう付き合い長いもんだって。何年ぐらい？もう4年ぐらい？ 3 年か4年ぐらいだよ。いや、つぼるだろ。仲いいね。うん。仲いいね。うん。ちゃんと言ってあげるよ、あやんちゃん。さあ、うちの婦人部、和道ギャルズと和道財団が動き出すよ。和道財団。アイラと喧嘩突は全然したことないよ。アイラと喧嘩突ないよ。俺、アイラと喧嘩した記憶なんか一回もないもん。うん、推しに拒否されるのは悔しいよね、あやねちゃんね。なかなかへこむよね。アイラ自業自得してない。何自業自得してるって。全然意味わかんないんだけど。のんちゃん、メガネ取ってきて。メガネ。もういいのんちゃん。のんちゃんいないと花火上がんないでしょ。セーラー服着てきな。セーラー服？うん。え？いい、面白いから。花火上がるから。のりこのセーラー服見たいでしょ、みんな。肉ははみ出ちゃうよ。いいじゃん。花火上がるの。花火対決に貢献しないと。みんな見たいでしょ、のりこの。あいら、エセ関西尊敬してんの。のりこのセーラー服見たかったらファンタスティックガンガン投げて。お前ら枠開かねえな。俺マンスリー何位なんだろう今。あいらずーっと1位じゃない。俺あいらが負けたマンスリー見たことないかんな。あるんだ。マンスリー5位だったんだ。1位5位1位5位何これ。1位5位1位5位ってすごいな。1位取りまくってんなマジで。すげえな。5位、1位、5位、1位、5位、1位、1位。マンスリー、え？何これ？ 5 位以内。狂ったようにゲームに没頭って、この期間何があったんだよ。そうだ、この時2ヶ月休んでて、狂ったようにゲームに没頭。マンスリー1位、マンスリー1位。うわ、すげえ。自己最高記録、1100。すげえな。顔出し、これが1位。すげえな。過去最、1670万ポイント。やば。こっからずっと1位だね。1位、1位、1位。え？ちょっと待って。すげえな、こいつ。引くわ。着替えたよ。着替えた？ OK。のんちゃんも本気？出ていいの、うん、ブラジャーつけた？つけた。まだダメだよ、のんちゃん。後ろで待機。のりこのセーラー服、後ろで待機。なんか風俗ショーみたいな。いやー、リスナーが金持ってんじゃないの。囲ってんでしょ。うん。あと10分か。うん。見てたらわかる。見てたらわかる。
相談に時間取ってるんだろうね。さあどうなるかな。連絡しまくってんの。営業中だ。営業中だ。アイラは。画像これでいいかな。これでいけてる？みんな。大丈夫かな。どうも。なんだろうこれ。設定がよくわかんねえな。もっとでかくしないと。これでいこう。これで。うん、言われるけど俺牛島くん嫌いな漫画だからな。アイラ顔出ししないって言ってたよ。余裕だっつってたね。余裕だっつってたよ。あ、間違えた。エンター押す。50枚ぐらいあるかな。50枚ぐらいかな。この前の花火対決数で俺勝ってたらしいよ。覚えてないんだよお前。負けてるから。だからうちのリスナーは裏切られたっつって、お前詐欺師扱いだよ。いいんじゃない今回勝てば。今回勝ってちゃんと床舐めて和道さんすいませんでしたっつったらいいんだよ。舐めろよ。床舐めてちゃんとやれよ。すっとぼけんなよ。へえじゃねえわ。へえじゃねえわ。俺ねなんかファンタジー系のやつが好きだから、うん、ファンタジー系、うん、らしいってなんだよ。記憶にねえんじゃねえか。いいよ別に。ずいぶんの言い草。こっちのセリフだよ。こっちのセリフ。じゃあこれね画質が高すぎってね、あれなんだよ、あのエッジが効いてるあの画像だから、あのなんつうの、アップにすると分かるんだけど、アップにすると綺麗になるんだよね。そういう仕様なの。そういう仕様なのこの写真。あ、フレアミノルの作品大好きだね。井上武彦のリアルバカボンド大好きだね。うん、大好きだよ。大好き。カウントの仕方？いや決めたでしょ。23時半から12時まで、なんだでしょ、うん、それでいいじゃん、うん、引き伸ばせば引き伸ばすほどこの画像はねあれなんだよ、あの綺麗になる。負けたら床舐め、床舐めながら相手の名前呼んですいませんでしたっていう、うん、いや勝つでしょ。随分な言い草だなってよく言うよな。いや絶対やらせるよ今回は。絶対やらせるよ。任せて。余裕だから。余裕。ワドタン舐めないで。ワドタンを舐めないでいただきたいよ。余裕だよ。前回勝ってんだから。女床ってなんだろう。女床？女床はルール違反って何？
女ゆかって何？女ゆか？女ゆか？なんだろう。やらなかった場合とかじゃ、やら、こんだけ証人がいるんだからやらせるよ。やるよ、大丈夫だよ。北海道まで行って詰めるわ。女ゆかってなんだろう。女を床に引いてこれが床だぜってこと？うん、それはそれで面白いからありじゃない。アイラが女舐めながら、ワドンさんすいませんでした。それはそれで神回でしょ。それは全然いいんじゃん。うん。怒りのリア突でしょ。とことん詰めるよ。うん、てか、やると思うよ。今日、そんなにベロンベロンじゃないから。なんだかんだやるでしょ。あいつ花火対決ほんと好きだよな。何かにつけて花火対決、花火対決っていうような。あんまりリスナー舐めない方がいいぜ。和道だったら余裕だとか思ってんでしょ。目に物見せてやるよ。古民家に住んでんのアイラ。本当に、あ、古民家に住んでんの本当は。それは知らなかったな。ジンギスカンとかもいるしね、北海道ね。じゃあやりますか、そろそろ。23時30分からだよね。うん、1時間ぴったり。始まるか。60人が今どう出るかだよね。60人が宴始まるよ。酒用意して飲んじゃん。梅酒取って、梅酒とグラス。宴始まるから飲んちゃんも飲むぞ。氷入れて、琉球グラスに梅酒入れといて。もう飲むよ。 OK、 みんな今日は酒解禁だから、前祝いだ。飲もうぜ。いいよいいよ。いいよいいよ。金持ちリスナーがいるから、多分大丈夫でしょう。和道リスナーの和道財団がついに動き出すんだ。和道財団が。じゃあ、一旦切ります。お疲れ様です。